はい、皆さんこんにちは。ラクトペン旅のノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関すること毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しておりますということで、本日のテーマもタップダンスでいきたいと思います。皆さん方のタップダンスライフに少しでもお役に立てればと思っております。動画の進行は概要欄の方に書いております。そしてですね、もしこの動画が良ければチャンネル登録、評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ここ最近投稿が滞ってたと思うんですけども、実はちょっと私腰を痛めてしまいまして、それでですね、ちょっとばっかり休憩させてもらっていました。これからもですね、またちょっとずつ投稿していきたいと思いますので、ぜひね、これからも楽しんでいっていただければと思います。ということで、毎日少しずつコツコツと10秒ショートコンビネーションチャレンジ、今日も楽しんでいきましょう。よーい、スタート。はい、それでは今日のステップいってみたいと思います。はい、6、せーの。はい、それではステップの解説いきたいと思います。私、右足のステップヒールからいきたいと思います。今回ですね、両足リバースで出てきますので、この動画と同じように右足から始められても大丈夫ですし、鏡として見ていただいても大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは早速いきましょう。右足からステップヒール、ステップヒール、ステップヒール、ヒール、ステップヒール、ヒール、タッチ、ステップヒール、ヒール、タッチ、ステップヒール、ヒール、いました。はい、せーの、ステップヒール、ステップヒール、ステップヒール、ヒール、ステップヒール、ヒール、タッチ、ステップヒール、ヒール、タッチ、ステップヒール、ヒール、となります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは次行きましょうね。やることはステップ、ステップヒール、ヒール、ボール、ボール、スタートとなります。いきます。せーの、ステップ、ステップ、ヒール、ヒール、ボール、ボール、スタート。となります。これを回りながらいきます。ステップ、ステップ、ヒール、ヒール、ボール、ボール、スタート。来ました。せーの。ステップ、ステップ、ヒール、ヒール、ボール、ボール、スタート。となります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。これが右足バージョンになります。あとはこれが今度は左が上がってると思いますので、今度は同じことを左から始まるだけです。それではね、一回右からだけを一回続けてやってみましょう。はい、せーの、はっ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 。そしたら左も一挙にいっちゃいましょうね。同じことです。いきます。せーの、タッハ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 となります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。今回ね、覚えること以上になります。ちょっと今回基本的なステップヒールの練習ということで、これ結構トレーニングに入れられたら大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは右左続けてやってみましょう。はい、シックス、せーの、となります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。しっかりステップヒール踏んでいきましょう。それではちょっと早く練習いきたいと思います。ダン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 ぐらいでいきますね。はい、シックス、せーの、
はい、シックスせーの。はい、シックスせーの。はい、シックスせーの。となります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは曲でいってみましょう。はい、それでは曲でいってみたいと思います。はい、曲でいってみたいと思います。はい、シックスせーの。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、今日のコンビネーション何度もチャレンジして楽しんでいっていただければと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie. バイバーイ。はい、それでは本日おまけのコーナーまで見ていただいて誠にありがとうございます。今回のコンビネーションのワンポイントコツいきたいと思います。今回ね、このトレーニングステップヒルの練習なんですけども、今回2個目のここですね。ここあると思うんですけども、ここまあ、こういうやり方もありますよね。フラップ、ヒール、ヒール、フラップ、ヒール、ヒール。まあ、フラップはブラッシュしてステップ、ヒール、ヒールなんですけども、今回、フラップ、ヒール、ヒール、フラップ、ヒール、ヒールというよりかは、わざとタッチ、ステップ、ヒール、ヒール、タッチ、ステップ、ヒール、ヒール。というふうに、最初は体重かけない、次体重かける。というふうに、フラップにするんじゃなくて、タッチステップ。わざとタッチステップでやってみてください。まあ最初ね、やりづらかったら、タッタッピッピ、タッタッピッピとやってもいいんですけど、できればね、今回ちょっと体重移動というところのトレーニングもありますので、タッチステップ、ヒールヒール、タッチステップ、ヒールヒール、タッチステップですね。これをフラップにするんじゃなくて、タッチステップ。ここにね、ちょっとこだわってやってもらって、この体重移動、あ、こう、ここのね、あ、多すぎた。もしくは、あ、そういえば次タッチだった。っていうところの自分のステップのコントロールをよりうまくできるようにやってもらえればなと思います。ということで、本日も長い間ご視聴ありがとうございました。バイバイ。